ゾイだな。あいつらは一体何なんだ。知りたくなかったら黙って聞いて。その屋敷から出ないとメインホールから出られるかも。わかった。あと腕のはコデックスっていうの、なくさないで、大事なものだよ。何なんだこいつ。開けてくれ。おい、頼む、助けてくれ。ちょっと落ち着いて。あんたここの人間なのか、つまりこの家に住んでるのか。俺が？そうじゃない、違う。そうか、実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない、ここから出たいんだ。まあ落ち着けって。俺の話を聞いてくれ。この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。ふざけないでくれ。いいか、さっきも言ったが、この辺りで失踪事件が頻発してるんだ。疑ってるわけじゃないが、あんたみたいなよそ者が関わってないともまだ言い切れないからな。わかったよ、何でも話すから。よし、わかればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう、そこで話そう。待ってくれ、その銃を貸してくれ。あんたどうかしてるんじゃないか。なあ、保安官。保安官補佐だ。保安官補佐、どっちがいい。俺を新聞の死亡記事で見るか、助けて一躍ヒーローになるか。ポケットナイフだって。ああ、持っていけ、これで十分だろ。ほらさっさとガレージへ行け、今すぐ。ナイフでどうしろってんだ。おい、こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が？あんたもだろ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おい、シャッターを閉めるな。やめろ。閉めるんじゃない。よせ。仕方ない、お前もここで殺してやるとしよう。毎日同じことの繰り返し。
してやるぞ、この腐ったら野郎。どうしたんだ、もう玉切れか。さっさと逃げた方がいいぞ。おい、こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が？あんたもだろ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おい、シャッターを閉めるな。やめろ。閉めるんじゃない。よさい。仕方ない、お前もここで殺してやるとしよう。しよう、俺たちで。おいいね、一緒にドライブを楽しもうぜ。何してる。やめろやめろ。何しやがる。
あしっかり見ておけよ。今から面白いものを見せてやる。マジかよ。